と間違えれば多数の怪我人が出かねない状況。幸いにも車内にいた6人の乗客乗員に怪我はありませんでした。警察によるとトレーラーの積載方法に問題はなかったということで、当時の状況を詳しく調べています。吉本興業はお笑いコンビダウンタウンの松本人志さんをめぐる一部週刊誌の報道について法的措置を検討していくとのコメントを発表しました。今日発売の週刊文春には、松本人志さんをめぐって2015年の女性との性的行為に関する記事が掲載されています。吉本興業はこの記事について、当該事実は一切なく、タレントの社会的評価を著しく低下させ名誉を毀損するものです。今後法的措置を検討していく予